根尾は一軍先発登板に向け、着々と牙を磨いている。ここまで二軍戦の先発で3戦連続クオリティスタート。片岡二軍監督のコメントでは、キャンプが終わった後はバランスも崩れていたが、以前のような制球力の悪さではない。3ボールにストライクが多かったが、崩れそうで崩れなかった。制球が悪いなりに投げられるようになってきた。その上で、直球の質、力強さという部分で打者が空振りしたり、甘いボールでも打ち損じがあった。打者の手元、ベース板の上で球速以上の力感があった。また、野手もそうだが、一軍の状態が良ければ枠が空かないわけで、何かあったらいつでも行けるようにねとし、二軍には梅津や中地もいる。そういうライバルとの競争に勝って、その座をつかみ取らないといけない。これに対して根尾は、先発である以上、先に点はやりたくない。それが勝てる投手のマストだと思う。早く一軍に上がって投げるだけじゃなくて、しっかり勝って、ファンの皆さんに喜んでもらいたい。僕が勝つところを見ていただきたいので、しっかり二軍で準備して早く上がれるように頑張ります。やはり、根尾昂は一軍が似合う。大歓声の中で打者を打ち取り、チームを勝利に導く。勝手ながら、そんなイメージしかない。小学生の頃からスポットライトが当たり、世代では一番の選手だと言われてきた。おそらく初めての挫折を経験しているのがプロに入ってからだと思う。ようやく投手として形ができてきた。準備は整った。バンテリンの大歓声を受け、岡林と石川が打ち、根尾昂が投げて勝つ。そんな試合が早く見てみたい。二軍でしっかりと調整してきたはずなのに、先発して2回も持たずにこうされる伸び台のない福谷よりも、たとえ今は打たれたとしても、根尾に一軍の先発を経験させてほしい。石川、福永、村松、龍空、野手たちは一軍の実戦の中で経験を積んでいる。今シーズンも最下位になるかもしれないが、投手にも経験を積ませれば、きっと来シーズンにつながるはず。何か一流打者も打てないような初め球品の決め球を一つ身につけないと一軍で活躍するのは難しい。それに二軍でもそれだけ四球が多いということはまだ一軍では通用しないだろうというか勝利投手になってもらいたいからね。コントロールの精度を吉見並まで上げる努力をしてほしい。若手が躍動する中日の復活に向けて残されたピースの一つが根尾くんだよ。勝っても何かが足りない感じがする要因の一つでもある気がします。焦ってはいけないのは分かっていますけど、もう準備はできたかな。そろそろ一軍で彼が投げて打つ姿を見たいです。制球が悪いというのは気になる。まだ本格的に投手やったのは1年生くらい。まだこういう投手だと決めるには早すぎる。できればコントロールいい投手になって上がってほしい。体
監督は一貫して2軍で育てると言って、根尾も着実にこなして、